ハンセー・エルンスト・カール・フォン・ツイテンの肖像画。フランツ・クリューガーの作品。ハンセー・エルンスト・カール・フォン・ツイテン伯爵は、プロイセン王国の使官である。最終的に元帥まで昇進した。ハンセー・エルンスト・カールは、ツイテンを名乗る、フザール部隊の将軍のうち、二番目に著名となった人物である。フリードリヒ大王の時代の騎兵大将、ハンス・ヨアヒム・フォン・ツイテンと、 後に元帥となるハンス・エルンスト・カール・フォン・ツイテン、伯爵に相互の縁石関係はない。一般的には、ハーフェルランとのディヒトウにあり、後に白化となる古い家系と、ブストラウにあるより、新しい家系を指していても、両家に共通する不祖はいないのである。ハンス・エルンストは、デヒトウの領主、ハンス・ディート・リヒフォン・ツイテンとメラー家出身の妻、 シャルロッテ・ゾフィー・マルガレーテの息子として生まれた。フリードリヒ大王の知性に主観候補生として、つい一点このエレン隊に採用されると、この若者は1789年に、将位の任命状を授かった。1793年には、副官として、後の元帥、フリードリヒ本カルクロイト中将に仕える。騎士としての能力を買われ、 1793年には、騎兵単位1799年には、副監査官に任じられると、その翌年、少佐に昇進した。そして1807年、フリートラントの戦いの後に中佐に任じられている。ナポレオンに対する戦役の間に、彼は騎兵指揮官、そして部隊長として、実績を挙げる。その軍事的な成功は1809年2月18日。 大佐への抜擢につながった。また、シャルン・ホルストの提案により、彼は、義兵の強練規定を廃止する、委員会の一員となっている。1813年3月20日に少々に、昇進すると、プレースビッツ休戦条約を控えた同年5月26日に、プロイセン側の聖望を高めた、重要な成功を収めた。ハイナウ近郊で、フランスのメゾン将軍を誘引して打ち破り、 連合軍部隊によるバオチェンからリーグニッツへの撤退を助けたのである。この軍港により、彼は第一級鉄十字章を授かった。続いて、同年12月9日、中将に昇進する。1814年のフランス国内における戦闘の中、い転は乱の戦いで同様の功を立てた。敵軍を迂回し、勝利の一員を作ったのである。 この戦いで露覚された大砲や弾薬を運ぶ荷車のほとんどは彼の騎兵中隊が奪ってきたものであった。ワーテルローの戦いが正規した1815年6月18日、ツイーテンはウェリントン港に戦いの流れを決定する援助の一つをもたらした。午後になるとフランス軍は猛烈な攻勢に入り、イギリス軍の左翼は激しく圧迫される。ツイーテンは ブルヒハー元帥から停止命令を受けていたが、ウェリントン校の参謀本部に勤めていたミュフリンク少将の説得力に富む助言により本儀し、戦いへの介入を決意した。これは、フランス軍を強行状態に陥れ、戦闘の勝利に貢献した。またパリ降伏に際し、最終的に重要な影響を及ぼしたのは6月20日、追天中将の騎兵中隊が石井で挙げた勝利である。 グナイゼナウとツイテンは、ある時期、緊張した関係にあった。それだけに意義深いのは、ツイテンの性格に対するグナイゼナウの評価である。ツイテン中将はそれでも、指揮下の将軍の中でも、最良の一人である。彼は、絶対に困難を気にかけず、受けた任務を躊躇なく遂行する。プロイセン側の占領軍総司令官としてツイテンは、なおも3年間フランスに泊まった。 1817年になると、白尺の位を授かり、2万5000ターラーを送られている。1824年に第4フザール連隊の連隊長に就任すると、1825年6月16日には、騎兵大将に昇進した。1839年に退役を要請し、それに伴って元帥に昇進した後も追転は、熱心な騎手として、騎兵家のすべての問題について、 相談を受け、その専門的な意見を尊重された。自身の功績に対し、追典は、たびたび表彰されている。1792年12月5日に、プールルメリット勲章を授かった騎士になると、ドレスデンの戦いの功を報われて、白羊の飾りを追加され、さらに1844年7月18日には、金の王冠が加わっている。金属50周年を記念し、 1835年5月26日には、ダイヤモンド付きクロワシ勲章を贈られた。他には、第一級石州勲章、フランス戦功章、イギリスのバス勲章ナイトグランドクロス、ロシア帝国の聖アレクサンドルネフスキー勲章、聖アンドレイ勲章及び、オーストリア帝国の聖イシュトバーン勲章を授かっている。追点は1797年1月31日。 ベルロズイス白女ヨゼフィーネと結婚した。夫婦には三人の子女が生まれている。ありがとうございます。